鉄瓶鉄瓶は日本の茶の湯釜から派生した鉄製の湯沸かしの器具。湯沸かしに取っ手と継ぎ口がついた道具は薬用用途のものが13世紀には存在したが、鉄瓶と名付けられて茶の湯に使用されるようになったのは江戸後期とされている。鉄瓶は茶の湯釜から派生して誕生した器具と言われており、江戸後期の天保期頃のことである。鉄瓶の文献の初出は1816年の 稲垣急総長、作動剪定であるとされている。茶道具として考案された鉄瓶は、次第に民具としても普及し、江戸中期から明治初期の草蔵師の挿絵にも描かれている。日常生活では台所で、大量の湯を沸かすときは釜、居室で茶を入れる程度の湯を沸かすときは、鉄瓶が用いられるようになった。第二次世界大戦後、高岡市などではアルミニウムを原料とする。 鍋、釜、火鉢などの製造が盛んになり、夜間も製造されるようになった。これらの製造で、釜鍋景気と呼ばれる時期が数年間続いたが、この時期から、鉄瓶は、アルマイト製の夜間に代替されることとなった。なお、上海の左官などでは、日本製の鉄瓶が販売されているが、喫茶提供には主に夜間が使用されている。南部鉄瓶は、茶の湯釜や花瓶などとともに、 南部鉄器として知られ、岩手県の特産品の一つである。北上川流域では、東大寺の大仏駐造を機に、金山開発が進められ、これに伴って、鉄鋼資源も多く見出され、芋の産地が存在していた。南部藩では八代藩主、南部敏夫の頃に三代、小泉仁志佐幸門が、茶の湯釜の寸法を縮めつつ、継口と弦を調和よくつけたものを製作し、これが、 少しずつ改良されて鉄瓶が誕生したと言われている。当時、茶の湯釜に継口と弦をつけたものは鉄夜間と称されており、その後夜間釜や手取り釜と称され、さらに鉄瓶と名付けられるようになった。ありがとうございます。